見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。なぜ、このタイミングで、10月初旬、突如として、紀州のドンファン、琴ノ崎康介氏、享年77、が創業した会社の破産手続き開始決定がされたことが発覚し、遺族が困惑している。破産手続きが始まったのは、酒類販売業、貸金業のアプリコとその関係会社である、アンカーの2社。野崎氏は18年5月24日に開始を遂げ、同年夏に妻の崎被告、25、が同社の代表取締役に就任していた。しかし、周知の通り崎被告は21年4月に夫を殺害した容疑で逮捕されており、現在も和歌山市内の拘置所に拘留中である。代表者が不在の中、一体誰が破産を申し立てたのか。本市は、破産手続き開始申し立て書を入手。そこに記されていた、申し立て人は、田辺氏だった。田辺氏の狙いについて、野崎氏の会社関係者はこう語る。市の調査によると、社長、野崎氏、和の資産から、アプリコ、アンカー、に約8億円もの貸し付けを行っていたとされている。2社に対しては他にも債権者がいるが、破産させることにより、他の債権者を事実上排除することが可能になる。田辺氏の狙いはそこでしょう。とにかく遺産が欲しい。しかし、ここで問題が一つ。それは野崎氏の遺言書だ。野崎氏が残したとされる遺言書には、全財産を田辺氏に寄付すると書かれており、19年9月に田辺氏は遺産の受け入れを表明。田辺氏が作成した資料によると、野崎氏の遺産は約13億円に上るとされ、市はその相続費用としてすでに約1億8000万円もの予算を計上している。しかしこれに対し、遺言書が捏造されたものであるとして、20年4月に遺言無効を求めて遺族が提訴。莫大な遺産の行方をめぐる裁判は現在も続いている。遺言書裁判に詳しい弁護士が語る。田辺氏はアプリコ、アンカーの債権者として破産を申し立てました。これは自らが野崎氏の財産について遺贈を受けたという前提でのこと。しかし当たり前ですが、遺言無効確認訴訟の撤回間では田辺氏の権利が認められない可能性がある。遺言の有効性に疑義があるにもかかわらず、被用性がなぜこのタイミングで破産申し立てをしたのか。不可解でなりません。本市は田辺氏に対し、破産申し立ての理由を取材した。しかし市の担当者は、お話しできることはありません、という対応だった。なぜ田辺氏は、遺言書裁判の結論が出る前に非常識とも言える破産申し立てに打って出たのか。社長がやっていた貸金業には、過払いがいくつか発生している可能性があるんです。実際、現在も係争中の過払い請求裁判がある。今後、次から次に過払い請求の裁判を起こされる前に、破産させて債権を確定させたかったのかもしれません。前述、野崎氏の会社関係者、これが事実だとすれば、遺産欲しさの何とも身勝手な理由である。野崎氏の実兄である豊吉さんはこう探索する。個人を少しでも敬う気持ちがあるなら、康介の墓参りくらい来るはずでしょう。田辺市長と康介は面識があったのに、通夜葬儀にすら顔を出さなかった。田辺氏の態度には、とにかく早く遺産が欲しいという印象しか受けません。多額の税金が投じられているだけに、ドンファンの遺産の行方は地元市民にとっても重大な関心事項だ。なぜ、破産を申し立てたのか、田辺氏は行政として、説明責任を果たすべきだろう。2021年11月19日号より、デジタル。